あらでもひょっとしたらこう酔いどれ探偵じゃないですけれども、うん、こうちょっとお酒が入った状態だったらまたねテンションアップしてうまくいくかもしれないお酒が入ったら、うん、どうですかその辺りっていうのはなんか美味しそうなビルありますねあ,あ<ー>本当だ こんなところにお酒がでもなんか持ってきてくれるっ <laughs> <ら>ねぇしかもリアムリーソンの <laughs> あ,あのカウントがちゃんとラベルに入ってますよすじゃああのせっかくですので本作のヒットを記念しましてお二人で乾杯と参りましょうかそわかりましたはいじゃああの小野さんせっかくですのでお酌をお願いしてもいいですか小野さんといえばねビールの

竹中さんが。失礼して。小野さんのグラス。もうすぐテイクサイズ。恥ずかしいぜ。朝からね。ビール。ビールというのは。恥ずかしいぜ。贅沢ですよね。難しい。出せね。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。それでは、お二人グラスをお持ちいただきまして。せーので乾杯といきましょう。乾杯。乾杯。 いただきます。どうもすみません、朝から。ぜひ誘拐の起きて大ヒットしますように。おー、いい飲みっぷりですね。竹岡さんは、何、何だ早い、早いですあの。47歳でお酒を始められたって。そうえ,ー、<laughs> えそれまではほとんど召し上がらなかったんですか なんだって。四十七歳からお酒を召し上がったって。あ、四十七からいろいろあんだよ。あ、いろいろあったんですね。四十七ぐらいになるとね、人生いろいろあるだろう。僕ね、お酒飲めになったんだ。そうなんですか。知ってのよ。酔うってことがこんな楽しいんだってことに気づいたな。大事になったんだ。最近は晩酌はなさったりとかごちたくじゃない晩酌はしないな。あ、なさらないんですね。私下北あたりで飲んでるよ。あ、そうなんですか。家で飲むとね、なんか。 ちょっとすぐ酔っ払っちゃうのも家の中だからううんんん。今もちょっとねふらりと来てらっしゃるんだけどねそうなんだよやばいんだよ小野さんは普段お酒は召し上がりますそうですね私もお酒大好きでよく飲みますあそうですかねだってビールつけてくださいって交渉しちゃったくらいですもんねそうなんですよ本当に大好きですねお酒でも竹中さんちょっとこう酔いが回った今ならまたあの口どきの交渉術 うまくいくかもしれないんじゃないですか。僕のご承知ですか。なんとなく僕に何かやってほしいんですよ。なんかこうしてくどいとほしいとかあるんじゃないですか。一度そうですね。もう一回じゃあさっきの電話リベンジしてみます。そうですか。目の前にいらっしゃるのに。はい。あのそれぞれにじゃあ受話器を持っていただいてこの場でやっていただきましょうか。かつはあるんだ。 あ、本当だ。はい、じゃあ、受話器が出てきましたので、じゃあ、あ,あの、はい、お二人、あの背中合わせに立っていただいて。やっぱり顔を見ながらだと、ちょっとね、はい、あの照れくさかったり。する部分もあるかと思いますので、<laughs> でいいのはい、大、はい、丈夫ですよ。かかってくるのかな、私。あ、小野さん、左手で持っていただいた方が<あ>いいですね,ですねはい、はい、あ、こんな絵でよろしいでしょうか。はい、それでは、竹中さん、お願いいたします。 ジリリ 're… あ電話だガチャもしもし俺と好きこのヤロウへーホントこのヤロウ何ですか、いきな…切れちゃった切れちゃいましたねいや、切れちゃった怒りながら、笑いながら口説いてましたよえぇで、尾野さんお答えはいや、ちょっとまた急すぎるし ご、ごめんなさいごめんなさいあらすいませんすいませんだそうですだって、この野郎こっちが下手に出ない、いい気ないやって、この野郎すみません申し訳ないすみませんいやー、うまくいきませんでしたね、残念ながらねでもそれを考えると、リアムニーソンの交渉術っていうのはすごいやっぱすごいですね、叶いますよねかっこよいですねね。ぐいぐいと行きますもんね はい、どうもありがとうございました。いやいやいやありがとうございました。じゃあこの容器ところで、はいじゃあマイクの方を改めてお渡しいただけますでしょうか。それではそろそろ時間も迫ってまいりました。最後にですね、えー、これからこの映画をご覧になる方々に、えー、本作の魅力についてもう一言ずついただければと思います。では竹中さんからお願いします。やはり悪の魅力っていうのがこの映画のまた魅力でもありますね。 もう悪であればあるほどめちゃくちゃもうあの怖いもんね、あの2人、病気殺人を犯す2人がね、はい、本当に怖いんですよ、その2人がすごいのと、やはり主役のリアム・ニースンが、そうんな表情を変えずに静かに淡々としている芝居が圧倒的にこう染みてきますね、し、うん、みうるような芝居を見ることができますので、ぜひ映画館で体感していただきたい映画ですね。 はい、ありがとうございます。小野さんお願いします。はい、えっ、ー、とですね。本当にハラハラドキドキする映画で、あの実際にこの猟奇殺人犯が実際にいたって私さっき知ってすごくびっくりしたんですけど、そんな。 猟奇殺人の模様をちょっと見てほしいなっていうのとあとこの誘拐されてしまうすごい美少女がいるんですけれどそこの本当登場シーンが音楽がバーって流れて本当に印象的なのでぜひ映画館の大画面で皆さんに見てほしいなって思いました。 はい、どうもありがとうございました。はい、以上をもちまして、公開イベント終了とさせていただきます。本日のゲストは竹中直人さん、そして小野のの,のかさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したでは、竹中さんの方からお足元気をつけてご退場ください。